はい、ハーチエンラジオ、今回もソーシャルメディアに強い経営コンサルタント坂田誠八円ですねが、ゆるゆるとお送りします。皆様のお耳だけお貸しくださいませというのかですね、すっごいすっごいお久しぶりです。動画、まあ、ラジオも含めて1ヶ月ぐらいですね、公開のものではね上げてませんね、申し訳ございませんでした。おかげさまでですね、ほんと忙しくて、まあインスタグラムの方もねかなり、セミナーもね夏からもう、もうすぐ30本っていうことでね、セミナー、研修講師等をさせていただいて、やってますが、そろそろね、コンテンツの方も復帰したいと思っております。で今回はですね、まあインスタグラムも含めてなんですけど、ソーシャルメディアっていうのはね、投稿が、宣伝ではなく売り上げなので大切ですよってお話したいと思います。で今回のねインスタブーム、もう早速ね、うちのセミナー受講して、成果出してる人がね、普通に、います。カフェカールさんってね、鏡原のカフェは、まあ、コンサルさせていただきましたけどね、新規のお客さんがインスタグラム見てね、でずっとインスタグラムで気になっていたカフェに来ましたみたいなね、投稿してくるみたいな、まあ、そういった事例もね、バンバン出ておりますと。でまあ、YouTube とか Instagram って特にそういう媒体なんですけど、人気アカウントになるとですね、もうね、その売り上げになるっていうねとこが特徴なわけですよね。でソーシャルメディアって投稿することが、宣伝だと思っている人が非常に多いんですけど、人気アカウントになるとですね、実際に今のカフェカーの事例じゃないんですけど、投稿したら、お客さんが来るってねいう形で、まあ、しかもね、まあ、インスタとかは面白くてね、その日の昼前に投稿すると昼にはね、ランチを食べに来て、そのランチをね、実際にもうインスタグラムに、ね、上がっているみたいな、そういったことが実際に起きてますと。でインスタグラムの写真とか YouTube の動画とかってですね、映像系ってすごいね、こういう部分でファンを作りやすい、まあ、要するに写真で見せるとか動画でね、見せるっていうことで、それを見て、ね、どん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 お客さん買ってファンになってくれるんですね。で実際、集客とか注文につながると。鏡ヶ原市、地元ですけどね、にあるですね、花ソーニーの尾関淳子先生、尾関淳先生という方がおられて、この方本当にね、まあ、YouTube チャンネル登録1000人超える人気の、まあ、園芸系の YouTuber であり、Instagram もね、今、1800人ぐらいかな、フォロワー持ってやってます。で、まあ、この尾関淳先生もですね、鏡ヶ原市っていうね、まあ、ね、岐阜とかこの近辺の人じゃないし、わかんない田舎でしょにですね、群馬とか千葉とかね、片道2時間とか3時間かけてね、園芸教室受けて、それで帰ってくみたいね。まあそういった人も普通に出たりとか、尾関淳先生は、あと、ファンの方がね、実際に、企業のそういった講演とかの、企画の担当で、ね、で、ファンなんですって言って、その企業の、研修をね、尾関淳先生お願いしますって来るって言って、まあそういったことも実際起きてるわけなんですね。なので、インスタグラムと YouTube っていうようなね、人気アカウントになると投稿したら売り上げになる。ね、ここが重要なわけですね。で、これもう一つ重要な局面がありましてね、ソーシャルメディアの投稿はね、宣伝じゃないっていう今言ったもう一つの意味あるわけですよ。で、まあみんな宣伝だと思ってるんでね、例えばね、YouTube で、ね、すごい売り込み感の強いね、動画を作ったりであるとか、ね、インスタグラムね、買ってください、セールです、みたいなね、売り込み感の強い宣伝文を書いたりするわけですけども、それだ、まあそういうのって全然成果出てないじゃないですか。出るわけないんですよね。要するにね、ファンになるから、お客様来ていただけるわけであって、ファンを作らないといけないっていうのがソーシャルメディアでありますよ、ということです。なので、ね、ソーシャルメディア投稿っていうのはね、ファン作りですからね、売り込み感とかそういうのではなくね、その商品とかサービスで、でこういう風にできますよとかね、こういったメリットがありますよとかね、だからおすすめ、こういった提案なんですよっていうね、そういったことをね、どん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 、楽しくとかおしゃれとかで伝えていってファンができると、その投稿は売り上げになるね。だから宣伝しちゃダメなんです。ファンを作る場
っていうことをね、しっかりと捉えていただきたいなと思う次第です。ということで、今回もね、そんな感じで、ノウハウをお伝えしましたが、8A ラジオね、ちょっと最近動画撮る時間なかなかね、撮れないんですけど、まあ、ラジオ形式の一発撮りであればね、ちょっと、再開していきたいなと思っておりますので、ぜひね、そちらの方、聞いてください。YouTube のチャンネル登録で、聞けます。また、Instagram の方はですね、今、初心者向けにビジネス活用のノウハウを毎日1投稿ペースで投稿しております。ぜひ、Instagram のね、8円の公式アカウント、検索でね、ひらがなで8円ってすればたどり着くと思いますので、そちらの方も、フォローしてくださいませ。ということで、今回もね、かなりご無沙汰ですが、ノウハウをお伝えさせていただきました。また次回皆さんお会いしましょう。それでは、さよなら。ではでは。こんなにいい風になる。わ、なんていいことなんだ。これは絶対にお客さんに伝えなければいけないって使命感に逆に変わります。